アイテム番号、SCP-1363-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。その性質上、SCP-1363-JP の収容は現在の財団の技術では不可能であると考えられています。またイベント 1363-JP 以降、同様の異常現象は現時点に至るまで確認されていません。しかし再発生の可能性が否定できないこと、及び再発生した際の影響度の高さを考慮し、当報告書はサイト81の最重要文書収容ユニットに保管し、同時に各サイトの記録媒体にバックアップを維持してください。説明、SCP-1363-JP は、財団内部に存在するデータベース、及び財団職員の記憶に対して発生する異常現象と考えられています。SCP-1363-JP は1900年月日12時15分から約40時間以内に連続して発生した。一連の大規模収容違反、以下イベント 1363-JP、再収容を含む、事件記録 1363-JP、1から 1363-JP、354までが該当、の際に確認されました。イベント 1363-JP については資料 1363-JP、1から 1363-JP、104までを参照してください。2000年月日現在、収容違反を発生させたすべてのオブジェクトは再収容がなされており、複数の政府級、ユークリッド級オブジェクトは異常性を喪失する。あるいは破壊されたことにより、ニュートラライズドとして再設定されています。該当するオブジェクトは資料、1363-JP-5 を参照してください。資料 1363-JP-1 イベント 1363-JP の記録。収容違反、並び発生したアクシデントの数が膨大であるため、以下にはイベントの概要として主たる事象のみを記載しています。すべての記録を確認する場合は資料 1378-JP-3 を参照してください。発生日時と内容、1900年月日12時15分、ケテル級オブジェクト。SCP、が予期しない暴走を開始し逃走。サイト、編集済み、はほぼ全開し、収容機能を喪失。1900年月日16時48分、ケテル級オブジェクト。SCP-JP が過去に確認されていなかった異常性を発揮し逃走。混乱に乗じる形で、複数のユークリッド級オブジェクトの収容違反が発生。1900年月日21時19分、領地優位団体により、多数の政府級、ユークリッド級オブジェクトが拡散。1900年月日5時11分、全サイトの提供移動オブジェクト収容ユニットの機能が同時に喪失。1900年月日5時24分、ケテル級オブジェクト。SCP がユークリッド級オブジェクト、SCP の収容違反による混乱に乗じ逃走。同時に多数の政府級オブジェクトを収容ユニットから奪取。1900年月日6時1分、O5権限により緊急事態宣言が発令。1900年月日8時1分、機動部隊、が無力化、SCP の追跡を断念。1900年月日9時51分、支部の通信が断絶。1900年月日11時40分、ケテル級オブジェクト。SCP-FR が過去に確認されていなかった異常性を発揮し逃走。1900年月日15時21分、ケテル級オブジェクト。SCP-KO が予期しない挙動を起こし逃走。1900年月日17時11分、支部の通信が断絶。1900年月日18時29分、領地優位団体により、多数の政府級、ユークリッド級オブジェクトが拡散。1900年月日18時45分、すべての機動部隊の無力化を確認。1900年月日19時45分、ケテル級オブジェクト。SCP-JP が上述の SCP-JP の協力により収容ユニットから逃走。1900年月日20時11分、ケテル級オブジェクト。SCP が本来のサイクルを無視する形で活性化。1900年月日1時44分、支部の通信が断絶。
1900年月日3時26分、すべての通信が断絶。1900年月日3時28分から3時58分、すべてのオブジェクトが再収容、すべての通信が回復。事態は収束しました。SCP-1363-JP のシュタル異常性は、イベント 1363-JP における記録の大半の消失として現れています。事件記録 1363-JP-354 の後に全職員を対象として実施されたインタビューにおいて、すべての対象者がイベント 1363-JP の開始、進行、および収束における記憶の大半を喪失していることが判明しました。大まかな収容違反の流れ、通信の断絶といった事象については認識、記憶が確認されていますが、収容違反に対する対応手段、再収容までに至った経緯といった詳細に関しては一切残存していません。同時にすべてのサイトの映像、通信記録の再調査が行われましたが、イベント 1363-JP に関連する記録は原因不明のノイズが多数混入し、大半が破損しています。各オブジェクトの再収容が行われたと考えられる1900年月日の午前3時28分から同日午前3時58分にかけてこれらの現象は特に顕著に現れており、該当する時間帯の記録及び記憶は完全に失われています。これらの異常現象は収容違反を発生させたすべてのオブジェクトの異常性と関連が認められませんでした。SCP の収容違反時の通信記録。通信開始。こちらサイト、編集済み、緊急事態が発生。SCP が脱走した。脳中させていた機動部隊はすべて出動済み、至急応援を頼む。繰り返す、SCP が脱走した。至急応援を頼む。こちら司令本部、SCP の脱走について了解した。確認できる範囲で構わないので、詳細を教えてほしい。本日の12時15分、SCP は予期せぬ暴走を開始。サイトにいたエージェントが総員係で対処に当たるも、対象はサイト内部を破壊後に外部へ移動。現在、機動部隊が追跡を続けている。追跡中の者を除く職員に関しては、現在被害の確認を、と、ちょうど報告が上がったような。なんだって？どうした？一刻を争う事態が、余計なことは言わなくていい。被害報告を頼む。ああ、サイト、編集済み、内部の施設、および外壁がほぼ全壊。SCP の収容ユニットも損傷、以降の収容には利用不能と判断し、予備の収容ユニットを起動させる。なお、人的被害はなし。聞き間違えたかな？もう一度言ってくれ。最後だけでいいぞ。人的被害はなし。おい、これは本当か？いくらなんでも、死亡者どころか負傷者すられなかったってのは、7回確認したらしい。少なくとも現時点において、確認されている死者、負傷者は共になしだ。責任者は受訓間違いなしだな。了解、応援は30分以内に到着予定だ。行動可能なエージェントら SCP の追跡に合流せよ。通信終了。収容違反を引き起こしたオブジェクトの多数が計、クラスシナリオを引き起こしうる存在でありながら、イベント 1363-JP においては1名の死者も確認されていません。1。イベントの規模の都合上、追跡調査は現時点でも進行中ですが、財団外部においてもこの点は同様です。また、イベント 1363-JP において、現時点では組織、個人を問わず一般人のオブジェクトとの接触は確認されていません。これらが SCP-1363-JP の付属的な特性によるものかは不明です。対象、SCP。インタビュアー。博士。不機、SCP、ハケテル級オブジェクト。SCP の収容違反に乗じて収容違反を発生させたユークリッド級オブジェクトです。録音開始。やあ、気分はどうだい？ SCP？ 無言。良いわけがないか。君は自由を渇望していたものな。あの日、君はついにそれを得たはずだった。ほんの一日も経たずに再び檻の中へ閉じ込められることになるとは、夢にも思ってみなかっただろう。無言。昨日も、一昨日も口を聞いてくれなかったな。酷な話だとは思うが、これも私の仕事でね。聞かせてほしい。
あの日、一体何があった？無言。だんまりかね、気持ちはわからないでもないが、何があったか私たちは知らないが、何にせよ君たちにとっては不幸なイレギュラーだったのだろう。何しろ君だけでなく、あの SCP、すらも捕獲されるような。イレギュラーだと？息を呑む。貴様は何を言っている？この我々が、イレギュラーごときで、不運ごときでこうして無様な旅通としての姿を晒すとでも思っているのか？我らの辛酸を、我らの屈辱を、そのようなもので片付けようというのか？貴様は我らを愚弄するのか？違うのかね？貴様らがあの日やったことを忘れているというならば、それは仕方のないことだろう。だが、我々がただ不運に毛利の中へ再び放り込まれたと勘違いされるのは我慢がならん。忘れるな。開幕こそはあったな偶然が神やったためかもしれないが、あの戦いそのものには、運などが入り込む余地はなかった。じゃあ、何があったというんだ？その気になれば、世界を何回でも破壊できるだろう君たちが、こうして再収容されるような。何も、特別なことなど、何もなかった。我々はただ敗北したのだ。我らのように歪な存在にではなく、貴様らの信じる神の奇跡とやらにでもなく。臆病で、猥琐で、脆弱極まる。我らがそう認識し、蔑んでいたはずの人類に。録音終了。分析、オブジェクトの言葉を鵜呑みにはできない。イベント1363、JP が、財団を含めてどの組織にも対処不可能な規模だった以上、再収容にはやはり何か異常な存在が影響を与えたと考えるべきだろう。だが、もしこの言葉が真実であるならば、私たちは、何をした博士。イベント1363、JP の記録の復旧は、現在財団の最重要目的の一つとなっています。ほい、オブジェクトクラスの決定にあたり、発生したイベントの重大性を鑑みてケテルとする意見。イベント自体は再発生の可能性こそあるもののすでに収容している点を考慮してニュートラライズドとする意見が存在しましたが、あくまで映像、通信記録、および財団職員の記憶に対する影響のみを SCP-1363-JP として認定し、ユークリッドとして設定されました。